はい、どうも海星です。どうも竹虎です。本日はですね、おい、私ついに見つけました。何を？絶対に打たれない方法。ピッチャーとして。ピッチャーとして絶対打たれない。絶対打たれない。僕ピッチャーでバッターやってもらえれば、まあ多分5打数の人10打数の人当たり前。マジで？いや言っても打ちますよ。あれをやったら、あれをやってしまったら皆さん打てないんですよ。あれ？じゃあ準備します。準備してください。はい。はい。じゃあ早速行きましょうか。はい。弾丸。では。ちょっと手がいきます。はい。今がチャンス。バットに再起します。あ、外に行きましょう。今回彼はこのバットを使うわけですよ。圧縮バット。うん、そもそもが魔改造されてない冷やし飛んで、そんなバットに僕はあえてクレ556という滑りまくるこれを塗って、もうボールがシュンってシュンって全部ファウルボールになってしまうという前に絶対飛ばないだろうという秘策を僕は、しかも 20% 増量なのでかけまくります。彼一生打てないですから、前に飛ぶところじゃないです。後ろにしか飛ばない。かわいそうですけどね、彼の打率が今後下がってしまうという。あ、まあ仕方ないです。おい、振りましょう。これでいきます。なんだよこの対決。いきますか。お願いします。ちなみに変化球1個しか使えません。なめられてんな。おお、なそう速くなってる。内頃。うわっ、ありゃ、あれ、追い込まれた。ああ、うわ、ホームラン見えないよ。全然見えない。さすがピッチャーでコーナー入っただけは。いいね、それか魔球か。いや魔球でしょ今。揺れたよ。全然見てください、ボールを。揺れたよ。そうか。ライトフライか。あれヒットじゃないこれ。ファーストゴロ。藤田さん判定を。ファーストゴロ。うわー、なんでね。くそー。うわー、くそー。いやね、なんかね、わかんなくなっちゃって、いや、全然いかんかったっすね。いや、でしょうね。圧縮バットだから、もっと飛ぶかなと思ったんですけどね。いいバットだからね、これね。いいバットですね。本当に。何した？いや、ファールボールが、ファールのチップが多かったのを覚えてます。やたらとチップが。だから、今日は低め振ってるんだなと思って、ボールかすってると。ちょっと高め、2個ぐらい高めにしようと、調整しようとしたら。ゴロ、はいはい、ジャストミートがなかったもん。なるほどね。教えましょうか。なんですか。じゃあちょっと待っててください。正体はすべてこの中に入っております。なこれ。これよ。なこれ。10% 増量。クレ556で。クレ556。これどういうのか。ボールに仕込んだ。バット。水弾いてるでしょ。うわ。やば。きしょ。えいる。このツルツルバッテンだったから気づかなかった。これ一周した。一周してる。うわこれでもうバットのこの当たった瞬間にシュッシュッとシュッシュッと。ちょっと寄ってもらいます。なんだろう、普通のここでいきますよ。まあこんぐらいの摩擦ありますよね。滑らか。ツルツルしてら。ツルツルしてら。滑らかですね。これが必殺の556バットでございます。いや本当にやめてほしい。これだって僕バッティング崩しましたよ多分。後半からバット当たんなくなったじゃない。そう、なんかどっちに調整していいか分からない。何を信じていいか分からない。迷走ですよ。皆さん気をつけてください。扱いには。ちょっと論点していいですか。はいよ。ちょっとだけ。はいよ。野口ね。雨のせいじゃなかったんかあれ。雨のせいだと思って。あ、なるほどね。そんな行くからみたいな。これもね。じゃあラスト2で。いい打球だけどね。いいね。うぜえ。いいね。あ、すげえ飛んでる。あ、すげえ飛んでる。勝ったね、勝ったね、今ね。おお。これだね。まあ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 。あ、これ見た。いいだけ言ってるよ。今のさっきと同じですよ。うん。でもまあ。ってことはあるんだよ。これも今カスタムでもライナーでいける。まあちょっとこれはおいおいどっかの試合で混じってるかもしれないですね。なるほどね。いやでも面白いです我々としてはまあ次回はちょっとまたバットに細工しつつ新しいのできたら持ってくるんで、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。野球界の未来を切り開くクラウドファンディング決め玉がスタート。野球人による野球人のためのギア、施設、サービスのみに特化。外苑前に巨大野球ジムを作る。プロ野球選手が訪れる治療施設を体感。次世代アンダーシャツが登場するなど、野球界の次世代がここにある。ぜひチェックしてください。ちょっとやはり使ったものは、ね、きれいにしないといけない。そうですね。こちらアルコール100% ですか。アルコールね。アルコールのペーパーでございます。なるほど。さっきね、自分の手にもやっぱついたんだけど、アルコールでやるとね、結構落ちるというか、結構どころじゃないんだけど、しっかり落ちるから。あ、僕前職で油めっちゃ使う仕事だったんですけど、アルコール落ちます。ね、だからこうバットもね、しっかり。あ、なるほど。こういう感じで。ありがとうございます。もうそれはね、道具を大事にしようと、よくコメントで書いてますから、当たり前のことやってます。ありがとうございますと言いたいのは、僕のバッティングを崩してありがとうございます。どういたしまして。皮肉です。まあそこからね、這い上がってもらえればいいんじゃないかと。わかりました。人間は成長する生き物ですから。そうです。一回スランプに入ってもいいんじゃないかと。そうそうそう。しかもまだスランプと言えるほど打ててるわけじゃないからね。はい、大丈夫大丈夫。どうですかこれで。はい、じゃあ最後まず布で最後こちら当てて OK です。ですね。絶対打てねえわ。わかりますよ、もうこの引っかかってるから。引っかかってる。あ、引っかかってるね。これもうずっていかないの。はい。あ、いいです。いいですね。あ、綺麗に取れたね。綺麗に取れた。ちょっと湿っ気があるぐらいですけど、雨の中使ってた分の湿っ気があるんで、しっかり乾燥させて、元の状態に戻して、また彼にはね、お世話になるだろうから。そうですね。大事に使わせていただきます。何やろうか次。楽しみだね。釘でも刺したのかね。バット全部。釘バット。ヤンキーがやってるでしょ。あ、なるほどね。あれも将来ね、ちょっと思い出したいんで。野手絶対反応できないでしょ。できない。ただ問題はそれを打ち込めるバットがない。職人が作ってるバットはね、傷つけられないので。じゃあ今度松屋に全部塗りましょう。そしたらめっちゃ噛むでしょ。噛みすぎてダーッてくっつくかもしれない。ありがとうございました。はい、噛みます。はい。